サウンドボルテックスは、コナミアミューズメントが2012年1月18日より、順次稼働を開始したビーマニーシリーズの音楽、シミュレーションゲーム。公式での略称は、SDVX、ボルテ。2011年7月16日から2日間、事前の発表なく、突発ロケテストが行われ、同年8月24日から、公式ロケテストが行われていた。 ポップンミュージック、ユビート、リフレクビートと同じく特定の楽器や音楽機材を切さない形だが本作の特徴は正しく演奏して音を奏でるのではなくデバイス操作で様々なエフェクトをかけるという点にあるそれにより元の楽曲に対してエフェクターによるアレンジがかかっているのが特徴 B マニシリーズではビートマニア3以来十数年ぶりに ヘッドホン端子が内蔵されている。サウンド、ボルテックスのアーケードゲーム筐体。バンドル作品はサウンドボルテックスエクシードギア。左、従来筐体右、バルキリーモデル本作はアーケードゲームのサウンドボルテックスブーストコンテンツの募集を行う特設ウェブサイトのサウンドボルテックスフロアの2つで構成されている。 今までのビーマニシリーズと異なり、主にネット上で活躍する、導入音楽系のクリエイターたちのオリジナル楽曲や、リミックスを積極的に採用している。また、シリーズが進むごとに、楽曲追加を積極的に行っており、ボーカロイドを使用した楽曲に加え、エグジットチューンズ楽曲、果てには、東方プロジェクトのリミックス楽曲などいろいろなジャンルの、 楽曲を導入しており、今までの B マニシリーズにはない、かなり自由なラインナップになっている。一方で、上記を除く、ライセンス曲は収録されていない。サウンドボルテックスフロアは、ポップミュージック向けの一般公募作品の募集が行われるなど、サウンドボルテックスブース以外の B マニ作品に対する、コンテンツ採用の場ともなっている。フロア採用者には、 オリジナルデザインの良い,いアミューズメントパスが新定されアピールカードに特別なアイコンが使用可能になるサウンドボルテックスブースの操作デバイスオーディオサーフのようにコースを疾走しながら画面奥から迫るエフェクトノーツを演奏する形になっている操作デバイスは打鍵する BT ボタンが4つ長押しする FX ボタンが2つ そしてボタンの両脇にアナログデバイスが2つの計8つである。判定は良い方からクリティカル、NER a、エラーの3つがあり連続して NER a 以上を出すとチェーンとして表示される。すべてのノーツをクリティカルもしくは NER a の判定で処理して完走するとアルティメットチェーンすべてクリティカル判定で処理して満点を獲得すると パーフェクトアルティメットチェーンとなる。演奏中はレートが増減する。クリティカル判定で増加し、エラー判定で減少する。NEAR 判定は、初代では、増減なしだが、2では、クリティカルの1、4程度増加するようになった。ゲージは4種類あり、演奏終了時点で、規定のゲージ残量があれば、トラックコンプリートとなる。特に断りがない限り、 この節の説明は、現行作、サウンドボルテックス V ビビットウェーブについて行う。クレジット投入する、E、アミューズメントパスの認証、特典シリアルコード入力支払い方法、アピールカードの選択ゲームプレイポイント集計、SDVX ステーションプレイヤーが自由に楽曲を選んでプレイする、標準的なモード。曲の詳細画面には、が表示される。 曲と難易度を選択し、スタートボタンを選択すると、マッチング画面に移行する。3曲をプレイするか、ライトスタートで途中でトラッククラッシュする。スタンダードスタートで2回トラッククラッシュすると、プレイ終了となる。しかし、2017年12月21日のアップデートより、スタンダードスタートを選んだ時でも3曲、保証されるようになった。インフィニット。 グラビティ、ヘブンリー、ビビット、マキシュマム譜面を解禁するためのモード。モードとして独立はしておらず、通常プレイの一部として存在する。基本的な流れは以下の通りである。曲をプレイして、ブラスターエネルギーを貯める。ブラスターターゲットから課題曲に挑戦する。課題曲をプレイし、ターゲットライフを削る以上を繰り返し、ターゲットライフを例にすれば、 外当譜面が解禁される。エクシードギアシリーズからは大きく仕様が変化しているブラスターゲートと異なり、特定の楽曲の全譜面をこのシステムで解禁する仕様となっており、エクストラックでのみプレイできる。ブラスタースタートでは必ず進出が可能搭載当初から、しばらくの間は最後まで完走しないと譜面が常駐しないという厳しい仕様だったが、 後にアップデートで、アルス適用がされる仕様になった基本的には、フェーズ00と表記され、エクストラック進出時には、最新弾のフェーズが出るが、サブフォルダから切り替えをすることで、過去弾の楽曲も選曲できるようになっている。アルス適用時は、エフェクティブレートに切り替わりの後、終了時に70%以上あれば、解禁になる。最新部に控える楽曲の譜面は、 各フェーズ内で該当する、同一難易度をすべてクリアした、難易度のみが出現する仕様となっているので、注意が必要。エクシードギアシリーズからは仕様が、やや変化している上記オメガディメンションに変わる、エクストラックの新規システム。オメガディメンションと異なる点としては、乾燥できれば、解禁ではなく、ライフ性であることが挙げられる。特徴として、各楽曲に、 HP が設定されており、一定値のダメージを与えることで譜面が解禁される。このカテゴリーでは、ヘキサティブレートが適用され、ゲージが0%になると、即、トラッククラッシュとなる。楽曲選択時に、ヘキサランクが1から5まで、設定可能であり、ランクが上がるごとに、余ダメージを与えるチャンスがある反面、非ダメージの量も多くなる最大となる、ランク5。 HR5 になると NER a 判定であってもダメージを受けることとなりハイリスクハイリターンの設定である通常ではゲージが0%になると即クラッシュになるが事前での購入要素としてブラスターパスを購入することで余ダメージが1.5倍に加えゲージが0%になってもアルス機能が働き最後までプレイ可能となる その際の余ダメージは、トラックコンプリート、クラッシュの結果によって変わる固定ダメージとなる、基本的に、HR5 設定で乾燥ができれば一発解禁となり低いヘキサランクであっても、回数を重ねることで確実に解禁は可能であり、同一難易度の譜面をすべて撃破していくと新たな、楽曲が現れるシステムになっている。V 以降のボス曲からはすべてこのカテゴリーに属している。 ビビッドウェーブシリーズからの新要素。BPM が固定化されランダムオア自分で選択した楽曲をミックスして遊ぶことができるモード。エクシードギア以降では別のモードに置き換わることとなったため、今作限りでのモードとなっている。2019年4月1日には期間限定でその時点までにミックス対象楽曲としてリリースされている。 楽曲すべてを一回のプレイでミックスする特別仕様トラックオートメーションパラダイスが実装された。パラダイススタートで開始した時限定で遊ぶことができる。当日時点で実装されているすべてのミックス対象楽曲から自動ミックスしてプレイするため一曲あたりのプレイ時間もミックス次第では約5分弱と長めとなる。 ビートマニアイドックスへ搭載されている ARENA モードをサウンドボルテックス仕様に変換したモード。稼働時点では店内対戦のみ対応しており2から4名で対戦ができる。各プレイヤーが一譜面を選択し順位を争っていくバトルモードとなる。前作のビビッドウェーブで搭載されたオートメーションパラダイスを2人対戦用に消化させたモード。 事前に選んだ楽曲譜面が、リアルタイムでのミックスをされる中、勝ち点とイエルの個数を争うモードとなる。お互いに5曲を選びたン制で勝敗を決する。任意タイミングで、エクシードギア新判定である、S クリティカルを配備したターンを作ることができ、ゲージを多く消費して、勝利になると、勝ち点のが多くもらえる、ハイリターンの仕様となっている。 ジェネレーターここに記載されているキャラクターは SDVX3 のストーリーモードに登場するキャラクター及び収録曲のジャケットに描かれているキャラクターです。前述の通り楽曲やアピールカードなどを一般から募集しゲームに反映させる投稿サイト。作品は基本的にブースへの収録を前提としているがポップンミュージックにのみ収録された楽曲もある。 サウンドボルテックスブース起動画面に以下のように基盤情報が記載されている。バルキュリーモデルでは Windows 10 IoT に変更されている。ありがとうございます。